電源ラインのノイズ対策部品ご紹介 PLT5BPH シリーズと題してご説明をさせていただきます。このページでは電源ラインの主なノイズ対策をご紹介いたします。電源ラインには DC-DC コンバーターなどがあり、スイッチング等により電圧を上げたり下げたりして電子回路を形成しています。しかしながら、このスイッチングの際、急峻な電圧変化が発生することにより、スイッチング周波数に比例したノイズが発生します。このノイズは、ノイズの位相の違いによって、ディファレンシャルモードノイズとコモンモードノイズに分けられ、それぞれのノイズの種類によって、適切なノイズフィルターで対策する必要があります。ディファレンシャルモード用ノイズ対策部品としては、コンデンサ、GCM シリーズなど、や、インダクタ、LQH シリーズなどがあり、コモンモード用ノイズ対策部品としては、コモンモードチョークコイル、PLT シリーズなどがあります。コンデンサやインダクタだけでノイズ対策を行う場合がありますが、コモンモードノイズはこれらの部品では対策できないので、注意が必要です。次にコモンモードチョークコイルの働きについてご説明いたします。コモンモードチョークコイルは結合した2つのコイルで形成されており、コモンモード電流が流れることによって磁束を強め合い、ディファレンシャルモード電流が流れることによって磁束を弱め合います。電源ラインに使用した場合は、コモンモードノイズを反射するノイズフィルターとして働きます。コイルの結合が強く、巻き数が多いほど、ノイズ抑制効果は高くなります。次に、電源ラインのコモンモード用ノイズ対策部品として、今回は PLT5BPH シリーズをご紹介いたします。一般電源ラインをはじめ、車載オーディオのデジタルアンプやナビゲーション用途にも使用可能です。サイズは右の図のような 5mm 角となっており、使用温度範囲はマイナス55度からプラス150度の面実装タイプです。商品のラインナップは下の表のようになっております。150度までの使用が可能とお伝えいたしましたが、定格電流については、左上にあるグラフのようなディレーティングがございます。周波数特性として、右にあるグラフに、コモンモードとディファレンシャルモードのインピーダンスを示していますが、どちらのインピーダンスも高いため、コモンモードノイズだけでなく、ディファレンシャルモードノイズにも有効な商品となります。電源ラインのノイズ対策でお困りでしたら、ぜひご検討いただければと思います。村田製作所はこれからもお役に立つノイズ対策部品の提案を進めてまいります。ご視聴ありがとうございました。